ボクシングの世界ウェルター級4団体王座統一戦12回戦は29日、日本時間30日、に米ネバダ州ラスベガスの T モバイルアリーナで行われ、3団体統一王者エロールスペンスジュニア。米国と WBO スーパー王者のテレンス・クロフォード、米国が激突。クロフォードが9回 TKO で勝利し、世界初の2階級4団体統一を達成した。 ダウンをサンドダッシュする衝撃のワンサイド決着。通算40戦40勝、31KO。海外メディアからは25日に4階級制覇を達成した井上直也、大橋を上回り、パウンド・フォー・パウンド、PFP1 位に押す声が多数浮上した。動画、井上直也 PFP1 位論争に終止不可スペンスジュニア。ノアゴーを跳ね上げ、 クロフォードがゴーダを浴びせて圧勝を飾った決定的瞬間の動画、TFT 王者を争うにふさわしい強さだった。2回残り30秒を切ってクロフォードがカウンターからワンツーをヒット。スペンスジュニアに尻餅をつかせ、ダウンを奪った。以降は焦って手数を出す相手を涼しい顔でかわし、終始圧倒。7回にはロープを背負いながら、 カウンターアッパーを顔面に決め、二度目のダウンをダッシュ相手の足がふらつき始めた終了間際にもダウンを奪った。9回、防戦一方となったスペンス・ジュニア。二ラッシュを浴びせたところでレフェリーが止めて決着した。四階級制覇を達成したばかりの井上とこの試合の勝者。どちらが PFP1 位になるか、戦前から海外メディアを中心に論争が起こっていたが、 井上をクロフォードが上回るという声が上がり始めている。事前に記者8人による PFP1 位を議論する特集を掲載していた米スポーツメディア、スポーティングニュースは、クロフォードは PFP1 位の座からなおや井上を引きずり下ろすであろう、絶対的にスペクタクルなパフォーマンスで、男子としては初となる2階級での4団体統一を成し遂げた、と評した。ツイッター上でも米スポーツ専門局、 CBS スポーツのブライアン・キャンベル記者は新たな P4P 王者だと評し、米ニューヨーク州地元紙ニューヨークポストなどに寄稿するブライアン・ホンセカ氏もなおや井上には巨大な敬意を払うがテレンス・クロフォードが今週最高のパフォーマンスをした。今まで見てきたどのスポーツの中でもビッグマッチにおける最大級の圧倒劇だったと文句なしの内容だったと指摘した。そして 世界で最も権威ある米専門誌、ザリングは、世界中のボクシング通りのファンは今週、エリート級ボクサーたちによる拮抗しているように見えた2試合を楽しみにしていた。しかし、2人の期待の名手による圧倒劇となった。火曜日には東京でナオ井上が8回でスティーブン・フルトンに圧勝。土曜日にはラスベガスで、テレンス・クロフォードがエロール・スペンスからサンドダウンを奪い。 9回のストップで凌駕した、と井上とクロフォードの圧勝劇を伝えた。その上で、TFP の議論は実際の試合よりもずっと接戦となるだろう。井上は今週中に当然の賞賛を受け、そして今、我々はクロフォードにふさわしい祝福をしなければいけない、との立場を示し、どちらがナンバーワンになるのかは今後の議論によって結論を出す意向だった。しかし、 井上も黒フォードも現役ナンバーワンにふさわしい戦いを演じたことについては間違いない。